三門高野山東京別院とは、東京都港区高輪三丁目に存在する寺院である。宗派は高野山新言宗。本尊は工房大師。境内には不動堂、修行大師、お砂踏み場等があり、お辺路の受け入れも万全。隣に立つのは高輪警察署である。地下には東京電力、パワーグリッドの変電所がある。 江戸時代における高野山学旅方の江戸財団所として、慶長年間に浅草日林寺に起流して改装された。明暦元年に幕府より芝日本絵の木に土地が貸しされ、遠方元都高野山江戸財団所高野寺として、完成した。その後元禄十五年歳日により消失したが、翌十六年に復興。五府内八十八箇所の一番札所になり、発金にあった。 文樹院が八十八番の決願書になった。明治になり、財腕書が廃止され、葛飾牛島の長寿寺から名跡を移した。長寿寺は、水古天皇二十五年貧乏国世ら軍に直願寺として創建され、そう、行記により品の国不可生移り、漢文四年には葛飾に移転された古刹である。昭和二年高野山東京別院に改唱。昭和63年に、 現在の本堂が建立された。高野山東京別院の主な行事としては、1月21日の発大次第、ごまぎ東海、6月15日の青葉祭り、10月中旬に行われる万堂万華会、そして12月31日の大晦日法へ等が開催される。また毎月の21日は、お大師様の日法要を開催している。別院の地下には、 東京電力パワーグリッド高輪変電所が設けられている。1989年完成。地下7階建てで床面積は延べ19800平方メートル。東京電力では当時都心部で新たな変電所を建設するだけの土地の確保が困難だったことから地下にスペースを求めたとしている。地中送電線で十七万五千ボルトの電気を受電しており、 これを66000、2 2 0 0 0トに変圧して送電している。ありがとうございます。